はい、どうも皆さんやってまいりました、森ちんたんしんです。はい、ということでモンスターハンターフロンティア実況第10回やってまいりました。ということで2桁目突入ということでですね、まあゆっくりゆっくりになんかどんどんなっていってるんですけれども、まあ当初のね、なんかゆっくりまったりうんたらみたいな、コンセプトには間違ってないんじゃないかなということでやっていこうと思うんですが、前回パニアプリアを吐かせるとかいろいろやったじゃないですか、ね、でまあコメントでいろいろ教えてもらってですね、結局なんかジャンプしながら軸合わせをしてくると唾液が変わるっていうのでなんかこう決着というか、うん、だから僕たちも多分後ろの方だともう終わりの方だとそれに気づいていた感はあったんだけど、うん、まあそれが一番見極めるの楽で、ね、確実な方法でしたよと。でしかもその何だろう、肉食うタイミングもそのね、往復してきたりとかのあのタイミングでバンバン決めて3回連続でバンバン決めるとかしないと、うん、結局最大オートまではいかないみたいなことらしいです。結局、ね、うん、結局ね、なんかそういうことみたいでしたよということで今回も進めていこうと思います。今回はですね、キークエストを進めてハンターランク4になっちゃおうと。そうですね、いうことでですね、まずリオレース行くんですが、このねリオレースのキークエストが昔はなんかねハンターランク31以上、まあ今の3ですね、うん、以上で始まりの歌を集めて、この歌収集家っていうのが後ろにいるんだけど、こいつね、こいつになんか譲渡すれば出てきたクエストらしいです、らしいっていうだけなんでね、僕もそれでやった記憶が全然ないんですが、多分やったと思うんだけど、まあそういうことだったよってなわけで、じゃあ早速リオレースのキークエスト見ていきましょう。はい、こちらでございます。空の王ということでね、サブタグ飛竜の卵とかチャチャブ4匹とかあるんだけど、まあやるかやらないかはその人のあれですよ、うん、やりたいかやりたくないかですよ。なんかねモンスターエッグっていうねアイテムがもらえるらしいんですよ、この飛竜の卵の納品をクリアすると。でそれがまあビストロ U シリーズを作るために必要な素材みたいなので、まあ欲しい人はぜひ取ってみてくださいということで、じゃあ行きましょう。レッツゴー、レッツゴー。さあやってまいりました、はい、あ、いきなりここか。で僕ちょっとここ登ろっかな。めっちゃなんか、あ、卑怯じゃないお前、お前卑怯だわ。猿の腰掛けがある、ここ いいじゃない。で、あれだね、シンはもう NPC 切ったままなんだね。あそうだね、すっかり忘れてるやつでなわけで、まあ盛岡に来たんですけれども、まあ盛岡はねもうみんなねおなじみというか、なんというか、うん、ここ本当にずっと生き残ってるよね。そうだね、ステージとしてね。あれ初代からあった、初代からあった、初代からあるよね、うん、すごいよな、ね、ここ本当にすごいと思う、うん、はい、てなわけで初期は5番かな、おそらくだと思うね。はいはい、じゃあ僕さお先に失礼しますよ、どうも。はい、目の前にいました。翻訳飲んで火事場でやっちゃうぜ。でも多分ね、ルコブキだったら余裕だと思うから、うん、で、カジバだし、いけるいける。あ、ばばばばばばば、あ、しまった、毒だ。そうだ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 、出たよ、レウス専用 BGM。 デンデレデレン、デンデレレン、デレレンデレレン、これだよ、かっこいいんだな、この BGM な、めっちゃかっこいいわ。でもこいつ毒あるから、そんなにこう、なんだろう、警戒する、しなくても大丈夫。あ、ちょっとやばいかも。はい、よいしょ、ちょっと待ってな、でも回復薬飲まないとやばいかもしれない。危ない、死ぬ死ぬ死ぬ、危ない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 。これギリギリなんとか毒でこう火事場維持しつつ大丈夫だな。よしよしよし、レウスの肉質が見たいけど、あー、ページを開くの忘れていた。多分でも頭殴ってりゃなんとかなるだろう。そうだね、だいたい頭弱いから。あだだだだ、死ぬ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 、痛い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 。まあ解毒薬も忘れたんじゃない、僕。僕出落ち食らった。あ、もう忘れたわ。嘘だろ、完全にもう入った瞬間にダメージ食らったいいじゃないか、いいじゃないか、それで。いてててて、読めろ読めろ。レルス意外となんか動きとろいけどめんどくせえなこいつ。ちょっと合流しに行くわ。ちょっと入れない入れない、ちょっと。ちょっと待っとけ。お、強い、どうした。お、いいね、よかったよかった。え、なんか盛岡すげえなんか雄大な BGM 流れてくんだけどあれこんなだったっけ、やば、めっちゃいいんだけど。でも多分レウスね、あ、そうだね、簯単に V 破壊もできるし、ひるむしで、うん、でもその武器だったら、あ、やばいやばい、完封しちゃう、完封やばいやばい、その武器だと完封しちゃうよ。この武器強いからね、強いね、やっぱガチャ武器強いね、ガチャ武器マジで強い。お、課金が正義か、おおおおやっぱ金の力ですよ、金だな、金。これどっちだっけ、ね、結構比較的簡単に手に入るから。いや、ガチャだから簡単じゃないぞ。1アカウントにつき1個だっけ、1アカウントにつき1個だから、お試しで引いたやつで引いただけだから、
ね、運が良かっただけだから。僕なんてさ、おまけみたいなやつしか出ねえんだから。どうしよう、はい、ピピピって。僕はいつも通りなんか FG 生産券とかでしたよ。そこら辺の汎用ガチャ装備みたいな、汎用ガチャ武器のやつしか出ませんでした。ダッシュかな、これは。違うね、パックンチョ違うね。全然読みが外れまくって。全然読めてないじゃん。全然違えし。よいしょ、まあまあパッパとやっちゃえばね、別にね、足でこかすってのもね、すげえいいとは思うんだけど。わー、なんかもうすごいもん、火の表現がもうすげえすげえ。え、でこのパックンチョが意外とね、あ、そうだね、せっかくだから先行玉しっかり当ててさ、落としてあげてさ。あー、落ちた落ちた、オッケーオッケー。うまいうまい。ワンテンポ遅かったんだけど、びっくりした。はい、これでこの時に足狙ってあげるだとか、頭狙うだとかして、ひるみ取ったりとか。まあもう本当にレウスはね、あの初代からいる最強のあれですから、空の王者はかっこわらですから。うん、いやでも F のレウスはね、全然飛ばないだけマシよ。うん、うん、この前本家やったけど本当にきつかったから。はい、ということでメインターゲット達成でございます。いやまあでもレウスいいね、いいね、うん、ちょっと僕死んじゃったけど、まあ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 いいでしょう。はい、ということで次はついに緊急クエスト、ハンターランク4に上がることができるよということで、どんなモンスターだったか全く覚えてないけど、行きましょう。さあ、緊急クエスト行きますよ。いらっしゃい、また緊急の依頼が届いてる。今回ルコディオラ、ルコディオラ、お、いいね。ルコ武器の強化ができそうな感じだけども。そうだね。いや、ここでルコが来るのか。そっか、ここで戦うんだね。いや、ちょっとあれ、上位になると岩の数が増える。あれどうだったかな。ついに岩、もう岩が本体というね、本来の姿が見えるかもしれないけども、まあまあまあ、なんとかなるだろう。じゃあルコディオラ行きましょう。行きましょう。さあ、やってまいりました、迎撃拠点ですね。まあいつも通りいいな感じですけれども、今回もなんとか火事場で行けるように飯を調整してな。いやでも上位でもね、そんな変わんないと思うんだよね。なんとか頭狙ってしっかりなんかこうひるみ取っていきましょうか。頭はめだ。ギルドが攻撃してギルドの、ギルドの攻撃マジで本当にやばいから。これであの昼なんだろう、当たってやばいことになってダメージ食らっちゃうとかあるから、普通に。いてててててて、あ、でもダメージ全然ないね。いや強い、マジでこの装備強すぎないか。いや、この BGM かっこいいんだよな。頭ひるみ取れ、頭ひるみ、頭ひるみ、なんとか頭頑張って、ほい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 、頭で。うわ、全然なんかでもひるみ取れないな、これ多分ね。降りるから普通に。よし、オッケー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 、よしよしよし、頭なんだか。これでね、やっていかないとやっぱきついから。ひるみ少ないね。ねえ、全然ひるまなくなったな。さすがにやっぱり強いってことやな、これはな。あれ、お前電池食らってないじゃん、電池系のやつ。マジ？あ、でもまだまだ1個だ、まだ1個だ。大丈夫大丈夫大丈夫、まだ岩1個、岩1個なんだったらね、まだね、なんとかなりますよ。痛い。これが増えるとね、合衆になると2個になるのかな。これが増えるとね、マジでね、あの考えることが本当に増えるから。あー、ちょっと待って、これ危ないぞ危ないぞ危ないぞ危ないね。あ、待って、これね、めっちゃ来るんだよ、何回も来るんだよ。あー、ぶぶぶぶぶ、なんとか火事場維持できてる。これ5回ぐらいやってくるんだよね、これね。よし、頭やりました、頭ひるみ、よし、オッケー。この時にもう どこも構わず殴っちゃっていいかもしれないな。で、まひりました。で、これまひったらこうやってな。動くから、これめんどくせえ。これがね、意外と早くてね、あの定点攻撃するのもだるいぐらいな感じになっちゃうんだよね。よいしょ、狙いづらいね、これね。そう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 、だからね、麻痺武器厳禁みたいなね、ことなんか前も話した気もしなくもないけど。で、これで、はい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 、なんとか頭、あー、頭ひるみ以外を取ってしまった。でも角はもう破壊したね。そうだね。これでなんか爪のさ、ガリっていう表現あんのね、これね。いいね。これかっこいいわ、こんなんあったんだな、全然見てなかった今まで。体が青くなってる、なんだこれ、青くなってる。それはあの電磁のやつを食らってるんじゃないか。マジで。そうそうそう、これ食らってるとたまにこう方向とかした時にこう離れるようになっちゃう。あ、だだだだだだ、なんかこう距離取られちゃうというかね、なんか磁力で離されるみたいな感じになるんだよ ね。これがね、めんどくさい。あの G 級のルコディオラとかと戦うんだったら、あのちゃんと磁力耐性をつけてないと結構めんどくさかったりする。これついちゃうとね、これ距離離されたりとか、まあそれが一番めんどくさいんだけど、攻撃できなくなるから。危ないよ危ないよ、痛い、よいしょ、はい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 。でも多分でも、あー、オッケーオッケーオッケー、ひるんでますね、はいはい、オッケーオッケー。こう食らってるね、やっぱりね。ー、多いね、こんだけ殴ってんのに、全然火事場で殴ってんのに。ガー、これまた危ないぞ、危ない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 、やばいやばいやばい、そこ行くとね、ちょっと危ないかもしれない、やばい、あー危ねー。よしよし、あ、何、お前食らったの。食らった。危ない言ったのに、
もう暗いにいってる感じ。オッケー。まあまあでもね、いけるね。まあでも、あ、かっこいい。あー、このビジもかっこいい。あ、めっちゃかっこいい。これで上位も後半へ。そうだよ、もう、あ、でもそうだね、あの上位の後半、次だってもうハンターランク5で、そうだ、帽子だ、そうだそうだそうだ。てなわけでこれでようやくハンターランク4でございます。ちょっとだいぶ時間かかっちゃったけれども、かかったね。まあ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 、とりあえずでもルコを回ってルコ武器強化しつつ、うん、かな。そしたらもうその太刀よりもそうだね、良くなるんじゃない多分ね。でこのハンターランク4になったらまたいろいろやれることが増えるんで、今回はねそれも少し見ていこうかなというふうに思います。はい、ハンターランク4になりましたということで、これだけかな。あ、で、はい、専用施設マイトレの所有を許可しますということで、ね、ついにマイトレですよ。来ました。マイトレはすごく大事な場所ですよってなわけで、他にもねマイトレが使えるようになったらっていうのが、でこれができるようになるよってのがあるんで、それも見ていきますよ。はい、ということで今ね、あのハンターナビの方でマイトレってなんだっていうのが来たんですけれども、これでですね、マイトレとはマイシリーズにある施設で管理人アイル、マイトレプーギーたちと交流して様々な恩恵を得る機能です。まず入室時の質問によって管理人を決めましょう。以降、会話やプレゼントなどで管理人との、親密度を上げたり、マイトレポイントを貯めることで施設の拡張ができますということで、うんうん、でこのマイトレポイントっていうのはギルド貢献ポイントに交換することもできるので、30ポイントで3000みたいな感じで、それは超もったいないんだけどね、本当はね。まあ本当に足りないって時はやってもいいのかなと思うんですが、それからマイトレ施設アイル広場は来訪したアイルを雇用してマイトレポイントで拡張した店舗の経営を任せます。アイルが店長になるよということで、店舗には評判があり、人気の店舗は多くのゼニーが稼げます。冒険屋は雇用したアイルが冒険に出て素材を持ち帰ります。ギルド特別依頼は依頼で指定されたモンスターを討伐して報酬、達成報酬としてアイテムがもらえる機能ですということで、本当にね、いろいろあのなんかこうできることがあるので、一つずつね見ていけたらと思うんですが、まあとりあえずまずこれだけはやっておきたいっていうのをまず見ていこうと思います。さあマイトレに入ってきたんですけれども、まずそのお姉ちゃんたちはいません。まずこのギルド派遣秘書に話しかけて、あら来たわね、ハンターランク4を超えた、ハンターに向けてっていうことでマイトレ解放しましたよ。で、まあいろいろワクワクしたり、あなたを癒してくれるこのマイトレを大切にしてねと、なるほど、いうことなんですが、とりあえず女の子一人派遣させてくるんだけど、どんな子、何お構いなしに質問しちゃう、あどんな子にするって感じじゃないけども、あのここの質問で決まっていく感じで、構ってほしいタイプと構ってあげたいタイプがあるとしたら、あなたはどちらかを言うと、どちらかというと構ってほしいタイプか、どっちか。僕は構ってほしいかな。真の方はどうかな。どうだろうな、こっちかな、構ってほしくないのね。そうね、あ何かを人に頼む場面だとすればね、あなたと同じ年齢の人と年上の人がいた場合、あなたはどちらかというと同じ年齢の人に頼みやすい。僕は同じかな。今とっても欲しいものがあるの、欲しいもの自体はそうね、何でもいいわ。あなたはそれを我慢するタイプと我慢できないタイプがあるとしたら、なんとどちらかというと自動で我慢する。僕はしません。僕はするかな。するのね。うふ、分かったわ。そうするとそうね、このリストの中から来ることになりそうね。まあ似合うか分からないけれど、この人に来てほしいって希望あるかしらみたいな感じで、なるほど、ここで名前を決めます。はい、こんな感じでこの中から名前決めるっていう感じなんですけれども。何京子って。面白いからこの子にすごい京子にすんの。本当に本当にいいの。いいよ。僕どうしようかな、舞ちゃんにしようかな。あーでもな、ダイアナ。ダイアナ、カルディナ、ビクトル、シャミーちゃん、いやでもマイちゃんかな、日本人だし、僕日本人かな、やっぱ。やっぱりその子なのよ。見抜かれてる。ちなみに明日来ると言った、明日って次の0時以降のことを言っているのってわけで、そうなんですよ、このマイトレとか、まあ、MHF 基本的に、なんだろう、昼の12時はデイリーとかその辺で、こっちのマイトレとかのやつはこのなんか0時みたいな、なんかそういうのがあったりするので、まあちょっといろいろね、あの切り替わるタイミング別々だったりするんですけれども、なんかこの分かれてるものね、気をつけてあげるといいんじゃないかなということで、これで明日になったらマイトレの子は来てくれるので、それまでは何もできませんよと。ここがいつもね、初心者がつまずく、壁というか、なるほどね、まだ使えないのみたいな感じなので、ちょっと僕たちも今あれですけども、ね、何もできなくなっちゃったんですが、で今ねこうやって猫がいっぱいねいるんですよ。
このマイトレね、真の方すごい画面も重くなっちゃうぐらいね、猫が来てるかなと思うんだけどあのこの猫たち雇うことができますね、あのスカウトって言ってこんな寝ぼけたセディとか言っているんだけど、これでスカウトすることができて、このマイトレのそのまあね店とかにね配属することができるんですが、これがね意外とめんどくさかったりっていうか、まあ難しいんだよね。スカウトの中でお金でスカウトって言って、僕カンスト値ぐらいまでねお金あげても来てくれなかったりするので、で話術でスカウトっていうのもあったりとか、まあこれはねなんつうのなんか面白い話でとかなんかいろいろあるんだけど、一番なんだろう確実なのはアイテムかなって、もうちょっとランクが上がってなんかこうね、あの豪種とかの素材とかが出てくると、その辺で結構簡単にできたりとかするみたいなので、ちょっとね僕もまた調べ直して、僕前やったんだけど覚えてなくて、で調べ直してからまあね、まだ施設もないん で調べ直してちょっと動画でやれたらなっていうふうに思いますので、お待ちいただければなと思います。まあとりあえずね、今日はまだマイトレのなんだろう女の子が来てないので、明日あたりにちょっとまた来て、で動画撮って、そこでなんかプーギーとかいろいろねやれることあったらやろうと思いますので、とりあえずマイトレのことに関してはこんな感じということで、今回はこんな感じで、なんとかハンターランク4になったので、このマイトレプーギーがあればついにスキルカフがつけられるので、ちょっと次回お楽しみにということで、今回はこんな感じで、ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。グッドバイ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 。